兄貴、ご苦労様です。お疲れ様です。うっす。どうも。なんじゃ踊れら、ふぬけた挨拶しよって。それより前から気になってたんすけど、その赤ん坊は？言っとくが、俺の子じゃない。それに孫でもない。じゃったらどこぞからさらってきた？なわけあるかボケ。お前は兄貴をなんじゃ思とるんじゃ。いや、それについちゃ違うとも言い切れねえか。は？この子はハルトってんだが、父親を探してる。俺がこの町に来たのはそのためだ。さらってきた。どういうことすか？もうその前にどうぞ兄貴、おかけになってつかせ。宮迫さんそっくりですね。ハルトの母親だ。撮影されたのはこのスナック街だったらしい。この人が知ってるか？頭、俺にも。いや思っとったより偉い若いけ、面食らってしもたわい。まだ女子高生くらいじゃろ？もうそうじゃろ？本当に？ほいじゃが、わしら見たことないですわ。こんな美人近くにおったら忘れるはずないですけん。名前は沢村遥。芸能界に入ってしばらくテレビにも出ていた。道理で可愛いと思いましたよ。それでも見たことはないか？そうだ、俺ちょっとおやさんに用事頼まれて。態度が変わりましたけど。すいません、これで失礼します。なんじゃい、おやさんの用事って？いや、なんだったっけ。歩きながら思い出しますんで。松永の兄貴、わしらもモレノの後片付けせないかんですけ。そろそろ。おう、そうじゃの。いや、すみません、わしらもう行きますわ。松永の兄貴、行きましょう。いや、なんちゅうか、うちは小さい組ですき、みんな忙しゅうて。そうみてえだな。今日は親分いねえのか？親さん、どうですかの。あん人はいつの間にか裏口で出入りしておりますけ。わしちょっと見てきますか？いや、いいさ。だがいるなら帰る前に挨拶しとこうと思ってな。ほうですか。なんか怪しいな。事務所の2階へ行け。親分いますやん。東京の客人かい？ええ、お邪魔してます。入んなよ。なんか見たことある人ですな。なんだそりゃ。おい、ハルト。いいよいいよ。それよりどう？
うちの方で何か不自由させないかい？おかげさまで大丈夫です。うん、あ、そう。よう似てますよね。南雲にあんたのなりそめ聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか昨日あんたにやられた例の松田組、あんたのことを調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は仇の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。南雲はその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろ。ジジイの膝の上が気に入ったか？え？すみません。ほらパパんとこ帰んな。それじゃあ俺はこれで。もう行くのか？また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します。親分。たけしの親分。病院に帰りなよ。兄貴、もうお帰りで。ああ、邪魔したな。またこれから坊ちゃんの父親を探しに行くんですか？そのことは一旦忘れてくれていい。え、あれ？いや、なんでまた？いいんだ、それじゃ。なんか知ってるけど言うてないですね。あ、キリュウさん、ちょっと。ん？うちの店の近くに昨夜の舛添って組の人たちがうろついてる。キリュウさんのことを探してるみたい。わざわざ知らせに来てくれたのか。当たり前でしょ。赤ん坊連れてる時に絡んでこられたら大変よ。確かにな。ここで立ち話してると見つかるかもしれないから。さあこっち、坂の途中に龍南神社って静かなところがあるから、とりあえずそこへ。龍南神社。キリュウさん、こっち。キリュウ。セーブできへんな。早く。セーブできんなってる。絡まれそうですな。床屋のあの看板がまたリアルで。ここにも妖怪いますやん、ね、道路の真ん中になんか妖怪おるんですけど。キリュウさん、早く。大量にいますわ。血が塞がっている。センター街。こっちも塞がっている。えらい車止めまくってますよ。
この商店街の作りもリアルやな。ああバレた。おう、アレミ、ガキを抱えとる男じゃ。キリさん、あの人たち。俺に何か用か。何寝ぼけたこと言うとるんじゃ。昨夜何やらかしたかもう忘れたんか。面かしてもらうと。じゃが、その前にちーと痛い思いしてもらうけ。下手に抵抗せん方が長引かんで。ママ、ハルトを頼めるか。さ、ハルト君、こっち。このおっさん、ただものじゃないけの。殺す気でやったらや。陽明殿下。キリュウさん、大丈夫だった？ああ、ハルトは無事か？全然余裕でした。すまないな。今のうちに先を急ぎましょう。全員寝てる。キリュウさん、こっち。道路塞がってますけど。龍南神社。キリュウさん、早く。ああ、またよ。龍南神社。ここか。少し休憩。でも桐生さん、こんなことになって春人君のパパを見つける前に増添組に捕まったら。まったくな。最初に南雲たちと関わったのが運の月だ。だが連中と話して分かったこともある。春香はやっぱりこの町にいたみたいだ。え？どういうこと？広瀬一家の連中は遥かなことを知っている。少なくとも写真を見せたとき顔は見たことがあるって反応だった。ただそのことを俺に言えない事情があるらしいな。はるかちゃんって芸能人だったんですよね。だからみんな顔を知ってたんじゃ。いや、それだけのことなら俺にはるかのことを隠す理由がない。広瀬一家の連中はこの町ではるかと何か関わってたと考えるのが自然だ。俺も人のことは言えねえが、あいつらも相当不器用らしい。はるかのことを隠そうとしているのがはっきり顔に出ていた。それでも俺は不思議と悪い気がしねえし、無理に聞き出そうとも思わねえ。
連中が言い出すまで待つつもりだ。それでいいんですか、桐生さんは。俺はあいつらが嫌いじゃない。え、これからモレノに顔を出してみる。モレノって広瀬一家の。ああ、松永って男がやってる。今一家の連中が何人かいるはずだ。それで悪いんだが、またハルトのこと少し預かっててもらえねえか。スナック街で舛添組に絡まれると厄介なんでな。そんなことなら遠慮なく言って。ハルト君ならいつでも大歓迎。夜になったらアパートに連れて帰ってあげる。すまないな。うん、じゃあまた後で。うん、モレノに顔を出すか。これしかもエクスペリアなんですね。懐かしいな、この携帯使ってましたからね、昔。金400円しか持ってないっすか。やばいな。もういい加減にして。ごめんなさい、でもそんな半端じゃやっていけないの。そんなことあんただって分かってるでしょ。分かってます、ただ最後に先輩に会ってお別れを言いたくて。今はそんな浮いた気持ちなら東京に連れて行けないよ。ああ、今使ってるあれですか。東京でアイドルになるんだよ。あの子、東京でアイドルに。でも本当にアイドルになりたいと思うなら、余計な未練を残さないようにこの街を出ること。アイドルに恋は禁物なの。恋愛禁止ですか。忠告はしたよ。ようバレて処分食らってる人多いですね。ああ、今使ってんのは。おい、大丈夫か。前言うてた iPhone10。 東京で芸能界に入るんだってな。え？いや、盗み聞きする気はなかったんだが。みっともないね、私こんなところで泣いちゃって。うん、俺でよかったら少し話すか。一人でただ泣いているよりは考えもまとまる。まあ無理にとは言わねえが。うん、ありがとうおじさん。私も誰かに聞いてほしかったんだ。私、ミサって言います。桐生さんは東京の人なんですよね。なのになんか優しいんですね。誰だって年頃の娘が泣いてれば気にはなるさ。いいから何でも話してみろ。何か揉めてたようだが。さっき言った女の人は東京の芸能事務所の方で、私のマネージャーになってくれる遠藤さんです。その遠藤はえらく怒っていたようだが。当たり前の話なんだけど、アイドルになったら恋愛禁止ですよね。そのことで叱られてたんです。恋愛禁止。私ね、あるオーディションに受かって急に東京の事務所に所属することが決まったの。でも今になって気づいちゃったんです。私、幼なじみの先輩のことが好きなんだって。なっちゃ、アイドルになりたくてレッスンも頑張ってきたのに、先輩と離れると思うと迷いが出てきちゃって。そうだったのか。でも私がアイドルになること
一番応援してくれてるのがその先輩なんです。先輩にはオーディションを受かって東京に行くことを誰よりも先に報告したくらいで、親も周りの人も私の夢を分かってくれなかったのに、先輩だけが私をかばってずっと応援してくれたんです。なるほどな。だから東京に行く前に先輩には私の気持ちを知っておいてほしい。そしてもし先輩が OK してくれたら、東京にはまだその時にならないと分かりませんけど。遠藤ってマネージャーが怒るわけだ。自分でもバカだなって思います。アイドルになれるかどうか大事な時に自分の気持ちを抑えることができなくて、やっぱり私もう先輩に会わないでこのまま東京に行った方がいいのかな。それでも会うべきだろうな。それでもその先輩と会うべきだろうな。俺がお前ならそうする。そうなんですか。年を取ってから一番後悔するのは、やろうとしたことをやらずに逃げたことだ。多分な。そっか、そうなのかな。私、やっぱり先輩に会いたい。このまま東京には行きたくない。そうか。そう言うだろうと思っていた。女が人に悩みを打ち明けるときは、大抵自分の中で答えが決まってるときだからな。そうか、だから私に声をかけてくれたんですね。ありがとう、キリュウさん。話聞いてくれて、ちょっと気が楽になった。いいんだ。じゃあ俺は行くが、もう大丈夫だな。はい。通りすがりの桐生さん。またセーブして、金が400円ってやばい。天井からぶら下がってる人がおった。落ちるのも時間の問題や。助けに行く。忙しいな。天井からぶら下がる。わちょっとやばいって。嘘、嫌だ、そんな。うわあ、おい、大丈夫か。これは全身打撲です。何があった。おい、動けるか。俺は大丈夫だから、彼女を。ん？彼女？私もなんとか大丈夫。どうなってる？入れ替わったんじゃん。あれ？なんかおかしい。なんで私がそこに？なんだこれ？目の前に俺がいる？どうなってんの？俺夢でも見てんのか。体が入れ替わってますけど。何が起きてる。なんかドラマでようありましたよ。お嬢様、お嬢様。つまり階段から転げ落ちたショックでお前らは人格が入れ替わったと。多分そうみたいなんです。
俺らだってわけわかんねえんだよ。お前が和夫で、そっちの男の中身が今は和美か。名前まで紛らわしいな。紛らわしい。てかまたサブストーリー始まりましたけど。そう、そんなバカなことがありえない。落ち着きなさい村中。不良が気安く私を呼ぶな。いいのかそんな口聞いて。そいつはあんたが使えるお嬢様なんだぜ。お嬢様、おふざけおやめください。とにかくまずは怪我の確認を。大丈夫だって、怪我はしてねえよ。それにただの怪我なんて今大した問題じゃねえだろ。あんたは桐生さんだったっけ。悪いけど今起きてること街で言いふらさないでな。どうせ誰も信じてくれないだろうけど。和夫君、なんでそんなに余裕なの。私たちとんでもないことになってるんだよ。見えすぎた芝居を。お嬢様、とにかくここは一度お帰りいただきます。分かったよ。じゃあ和美も一緒に。なりません。え、でも村中。前から申してます通り、いかなる理由でもこんな不良をお屋敷には入れられません。不良。たく、頭の固い羊だね。けどどうせすぐに考え直すことになる。俺たちが元に戻るにはせめて二人一緒でなきゃ直しようがないんだから。さあ、妙な真似はもう結構ですから行きますよ。お嬢様。和美、大丈夫だ。すぐに迎えよこすからな。いきなりなんかようわからんイベントは入れ替わった2人。サブミッションもめちゃくちゃあるんですよね、これ。50人あるって書いてますけど。ボリュームがすごいんですよね、この。桐生さんは。あの真ん中か。着信音まで、エクスペリアと同じですからね。例の人、力尽きて落ちました。間に合わんかったっすね。なんかぶら下がってる人が映ったんですけど。その前になんか人格入れ替わってもうたから。墓に墓嵐が出る。墓に墓嵐。今度は墓の方ですか。やることが増えて忙しいですね。真ん中行けたんや。最後はバイクへ殴りつける。足上がってますけど。
こんなとこバイク止めてんすね。岡山って書いてる。リアルな広島ですからね、これね。あれ。おいお前、何をやってる？くそ。全員捕まえる。全員捕まえるってこんな間に合うんすか？逃げられたんちゃうんすか？突然ごめんなさい。いいですか？今度は誰ですか？ちょっとお聞きしたいんですけど、今ってその何年でしたっけ？何年かってのは、だから今は西暦で何年かなって。2016年だ。2016年？本当に？やっぱりそうですよね。やったー、うまくいったんだ。そっか、じゃあここは本当に1年前の過去？そしてこれが1年前の私？あ、確かに今よりちょっと胸小さいかも。なんだ、何を言ってるんだ。やだ、すいません、一人で盛り上がっちゃって。ん？実は私ね、なんとたった今1年先の未来からタイムリープしてきたんです。タイムリープ？またサブストーリー。ええ、2017年から時空を超えてね。何を言ってる？あ、伝わりませんか？そっか、そもそもタイムトラベルとタイムリープの違いから説明しないとですね。タイムリープっていうのは、今の自分の意識が別の時間の自分に乗り移るってことなんです。ほう。で、タイムトラベルの方はタイムマシンとかで時空を移動するでしょ？例えばおじさんがタイムマシンで昨日に行くと、昨日のおじさんとマシンに乗ってきたおじさん、その2人が同じ世界に同時に存在することになっちゃう。でもタイムリープは今のおじさんの意識が過去の自分に乗り移るだけだから、常に世界に1人。どうです、わかりました？ああ、完璧に理解した。つまり私の場合は2017年の意識がこうして1年過去の自分の体に乗り移ったわけですよ。1年もタイムリープするなんて自信なかったけど、果たしてすごい。そうか、なるほどな。じゃ、邪魔して悪かった。あ、え、なんで？ちょっと待って。ん？私今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこう、いろいろ聞きたくなりません？もう結構だ。いや、もう結構だ。え？今はそれどこじゃないぞ。墓嵐を捕まえなあかん。墓嵐どこ行った？おったおったおった。お前逃がさねえぞ。なんじゃ、やるんか。墓嵐しようと。弱い。さあ次の墓嵐。どっ
こにおるんや、カワラシ。あっちの奥。こっちか、あれ方角がわからん、方角がわからん。あやれ、こっちか。謎の少女じゃなくて、墓嵐よ。お前、逃がさねえぞ。めんどくせえ野郎だ。弱すぎです。しばらく寝てろ。しばらく寝てろ。こっからまた左。お前逃がさねえぞ。やるしかねえか。弱い弱い。あ、5万、5万円もらいました。5万ももらえるんや。何をやってんだ。遺骨と一緒に高価なもんが埋められとることがあって、売ると結構な金になるんじゃ。こんなことはもうやめておけ。なんちゅう墓嵐や。まとめてボコられたって噂や。ボコった人すげえ。なるほど、足じゃなくて骨の一本や二本。さっきのなんかタイムリープやなんや言うてた謎の少女、あれだけで5万美味しいです。400円しか持ってなかったんですけど、いきなり5万円。あー、さっきのタイムリープ。おじさん、あのタイムリープの話だけど、悪ふざけと思われてるならそんなの嫌だし、やっぱりもう少し説明させてくれません？わかった、もう少しだけ付き合ってもいい。よかった、そう来なくちゃ。私ミクって言います。俺はキリュウだ。わかりました、キリュウさんですね。とりあえずなんというか、キリュウさんは私がタイムリープしてるのを信じられないってことですよね。そのお前が1年後から来たってことか。まあそうだ。じゃあどう言えば信じてもらえるんですか。いや、そう言われてもな。ってことはお前は1年先の2017年のことを知ってるんだよな。なら、その間に何か変わったことは起きたか。変わったことって、何か大事件とか？結構急に言われても思いつかないですね。もう少し具体的に聞いてもらえます？そうだな。例えば大きな地震とか事故、これが無難ですかね。大きな地震とか事故はなかったか。あったかな。多分大きな地震はなかったけど、あ、事故なら面白いのがあって、私のママが車で何度パパを引いちゃったんです。怪我は大したことなかったんだけど、うちのパパほんとトロいし冴えなくて。いや、そんな身の回りのことを言われてもな。新聞を騒がせるような大きいのはないのか。今時の女子高生は新聞なんて読みませんよ。ニュースは大体スマホで。あ、2017年にはスマホっていうのがあるんだけど。スマホくらい俺も持ってる。あ、そっか、そうですよね。
まあ待て、今思ったんだが、未来のことをどう言われたところですぐに確かめようがない。万馬券とか、何か他に証拠として自分が1年後どうなっているとか、未来にしかないもんとか持ってたりしないのか。あ、例えば未来の日付の新聞とか、来年発行の100円玉とか。せめてそういうのがあればもう少し説得力がある。さっきも言いましたけど、2017年から来てるのは私の意識だけなんです。つまり証拠は何もないってことか。今ある証拠は私の言葉だけです。あとは私の目を見て信じてもらうしか。難しいですな。これもおかしな質問ですね。よく見るとかわいいなって。やっぱり信じられない。これはまた何を言うてるんですかとか言われます。よく見るとかわいいな。え、やだ、そんな急に。でも私、年上も結構ありです。下手したらお前の父親より年上だぞ。うちのパパなんか今じゃもう全然冴えないし。でも本当に桐生さんパパより上かも。え、なんかパパの顔を思い出してきちゃった。年頃の娘ってのは父親に厳しいな。そうかも。まあいい、なら俺はそろそろ。こう見えて案外暇じゃないんだ。タイムリープのことは結局信じてもらえてないですよね。時間切れだな。それにもしお前の言うことが本当なら、何か目的があって2016年に来たんだろ。そいつをいつまでも邪魔しちゃ悪い。別に目的なんてないですよ。私がタイムリープできるようになったのは本当につい最近で、なんで急にそんな力に目覚めたのかってまだ自分でもよく分かってないんです。だから今はいろんなケースのタイムリープを試してるとこなの。なら何か進展があったら俺にも教えてくれ。じゃあな。いろいろやることが多いか、そんなどころじゃないんですよね。これアイドルがどうのこうの言うのもあったんですね。これ2人が入れ替わったっていう。時をかけたらしい少女。5万手に入ったから何でも買えますね。の二人でしたっけ。ちゃうか。よう、カズオだったな。あ、いや、今はカズミか。ええ。大丈夫か。なんか複雑な状況みたいだったな。複雑なんてもんじゃないですよ。私このままずっとカズオ君の体なのかな。今また三択もおかしいですね、これ。泣いたってどうにもならんだろう。これはちゃうでしょう。
転校生ネタなんか体が入れ替わったとかいう、なんか泣いたってどうにもならねえだろ男の体もそう悪いもんじゃねえぞ。試しにタチションでもしてみろ結構いいもん途切れますか。それより何とかしてもう方法を見つけたいよな。俺に何かできることがありゃん？お前まさかどう階段落ちたってさ、人間中身なんか入れ替わんねえって。それじゃああれは全部芝居だったわけか。まあね、あんたの言う通り。桐生さんだったよなあんたを巻き込んじまったのは悪かったけど、実はこっちもちょっと訳ありだったんだよ。どんな訳だ。俺と入れ替わったって言ってた女の子、和美はあの岩見一族のお嬢様の一人でね。岩見だと。ああ、本家ではないけど、かなり本家筋に近い、つまり本物の金持ちってやつさこんな俺と和美が付き合ってるなんて誰も信じちゃくれない。そうだろうな。ピアスしまくりで、和美は家柄や血筋がいい割にまともな子でさ、人の生まれとかよりちゃんと中身を見てくれる。要するに俺もあいつもマジなんだよピアスがすごいな。周りの人間、特にあの村中って執事は俺たちを必死に引き離そうとしている。彼女の親を説得して海外留学を進めてるんだ。もしそうなれば俺たちはもう二度と会えないかもな。なるほど。だからそうはさせないためにさっきの芝居を打つ必要があったのか。娘の中身が他人と入れ替わってるとなりゃ、元に戻すまでは二人を引き離せないだろう。みんながそれを信じるとは思えないがな。 100% 信じさせる必要はないさ。もしかしたら本当かもってくらいでいい。それでも俺らが入れ替わった芝居を続ける限り、誰も二人を引き離すわけにはいかないはずだ。突飛なことを思いついたもんだ。全部お前のアイディアか。いや、彼女だよ。なんかそういう映画だからドラマを見たことあるんだってなるほどな。あ、ちょっと待った、桐生さん。ん？村中だ、和美のお月の。いや、お前一人を迎えに来たにしちゃ人数が多すぎるようだ。まあとにかく俺はまた和美のふりすっから、桐生さんも話し合わせてくれる。村中、私を迎えに来てくれたのね和夫君はどこ。あんたは関係ない。どこかよそへ行っててくれ。嫌だと言ったら。それなら二人まとめて痛い目見るだけだ。どういうことなの。答えなさい村中。クソガキが、いつまで猿芝居してやがる違うわ、これは芝居なんかじゃない。本当に私は和夫君と体が。うるせえ、これ以上痛い目見たくなけりゃさっさとその気持ち悪い芝居をやめろ。はい。違うの村中、本当に私は和美なの。お願い信じてまだ言うてる。おお、まだ続けるのか。その化けの皮いつまで持つかな。ああ。ほら、どうださ
っさと謝っちまえよ。違う。ああ私はカズミよ。このガキ。そこまでだ。ああこの一件俺には全く関係のない話なんだが、女に手あげるやつを見過ごすわけにはいかねえんでな。桐生さん、あんた町のもんじゃねえな。今のうちにさっさと消えてればよかったのによ。部外者が余計なことに首突っ込むとどういうことになるか、いい勉強させてやるよ。するなんて。俺は別に大丈夫だから心配するなって。でも桐生さん、あんたなんで俺を助けてくれたんですか。全部芝居だったってことあんたは知ってるだろ。なのにどうして。散々痛めつけられてもお前が和美だって言い張るもんだからな。ちょっとだけ本当にこいつはカズミなんじゃないかって思っちまっただけだ。命張った嘘ってのは本物になることがある。たまにだけどな。桐生さん、でお前らこれからどうするんだ。このお芝居これからも続ける。続ける。もし村中がまた俺に手を出してきたらまた桐生さんを呼ぶぞって言うしな。勝手にしろ。助けに行ってやるかは別の話だがな。でもいつまで続けたらいいんだろう。そうだな、俺は一生続けてもいいけどね。え？カズミとなら一生嘘をつき続けてもいい。それでいつか二人の本当にしていこう。カズオくん、そういうのは二人きりになってからやれ。すみませんじゃあ俺はもういいな。本当にありがとうございました、キリュウさん。感謝してるよ、本当ありがとな。迷惑かけましたな。あんた見てたのか。ええ、一部始終。二人ともそれなりに腹くくってるみたいですな。あんた全部分かった上で二人を試していたのか。さっき俺が止めに入らなかったらどうするつもりだったんだ。さてどうでしょうね。まあんたはきっと止めに来るだろうと思いましたよ。
考えてることが同じやつは見ればわかるもんです。食えねえ人だあんた。これからもあいつらは試され続けます。邪魔するんならいつでもどうぞ。いや、あの二人はきっと大丈夫だ。そばにあんたもついてるしな。そりゃどうも。まったく、年を取ると面倒事が増えますな。ああ、まったくだ。なるほど。なあ、なんかいろんなイベントが起きて、イベントだらけですな。さあ、終わりましょうかね。なんやかんやもう5時半ですな。お疲れ様でした。